水泳大会。さあ、銀キラの仲間一緒にやってまいりました。ドキ丸ごと水着女の子の水泳大会2。今回もウォータースポーツなら何でも OK のここ大磯ロングビーチに大胆ギャルと過激ギャルが、なんと300人の大共演。まさに新年そのもの。高さ10メートルからのハイジャンプ、手に汗握る大接戦が展開されるウォータースポーツの数々。もちろんお父さんもお楽しみ、恒例のハイレグ水着ファッションショーもありますですよ。さらに伝統の騎馬戦、女の子の格闘技、何度見てもいいのですね。わっとゴロン、こんなハプニングもありました。もう夏はこの水泳大会からという言葉通り、若さと力のギャルのぶつかり合い、水着もはち切れそうなエキサイティングシーンの連続。ゲームにウォータースポーツ、武漢ファッションショーと、夏ならではの底抜けに明るいプレーをたっぷりご覧いただきましょう。さあ、88年夏を飾るビッグイベントの開幕です。皆さん、元気に扱ってますか？真夏を迎えた大磯プリンスホテルです。暑い暑い暑い、新しいホテルもできて一段と楽しそうになりました、はい、さて、ドキ丸ごと水着女だらけの水泳大会2、総合司会の織茂正宗、はい、そして私がですね、女性の水着を見ると私の股間がですね、うん、元気だなってそういう感じになってしまう、私の真似してね。服部真子です。バカバカ、どこが服部真子です。両軍のキャプテンをご紹介していただきましょう、はい、まずは赤組です。守備学隊の薬丸。さあ、薬丸は、ね、2年続けてのキャプテンですが、どうですか意気込みは。まあ、前回最優秀なんでね、はい、まあ、今度も大磯ロングビーチマラソン頑張ろうと思ってます。そんなのねえよ、何こげてな、そこだから。はい、そして白組は。はい、白組も守備学隊の不可能です。さあ、外してしまいました。さあ、それではですね、はい、応援団長をご紹介しましょう、はいはい、赤組は強力です。スープラとクワノとダップ、白組はぜひとも頑張っていただきたいと思います。さあ、それでは水泳大会、まずは最初の競技からスタートしましょう。さて、場所を変えまして、はい、まずは水上障害物レースです。はい、障害物レースと申しますとですね、はい、まあ、皆さん運動会の時よくやったと思うんですが、はい、この水泳大会の障害物、リレーはですね、はい、ちょっと違います、はい、この強力な水をぶっかけられてしまいます。わー、見てください。ちなみに放水係は初登場、水泳大会初登場のスマップの面々です。さあ、第一走者の、チームの、一人ですね、ちょっとインタビューしてみます。はい、はい、赤組は中山陽子ちゃん。やー、陽子ちゃん、どうですか自信のほどは。あります。ある。もう昨日早く寝てですね、この水泳大会のためにかけたというね、全てのゲームに命がけ、もう髪の毛まで切ってきちゃったぐらいですからね。さあ、そして白組は。はい、白組はノリピーです。ノリピやるピー、やるピーですか。我を忘れておりませんね。さあ、それでは行きましょう、水上障害物レースのスタートでーす。You
赤組が6個、白組が4個というわけで赤組の勝ち。水上障害物競争では白組トップバッターとして頑張ったピーのノリピーこと酒井のり子ちゃん、今度はキュートな水着姿をたっぷり見せてくれます。1億のスマイルです。きっとぴったりしてるわ。